同時に配信始まった、やったー。せやで、さっきね載せた、さっき載せたツイッター載せた服です。お話し会の対面お話し会が4月の30日にあって、皆さんありがとうございました。それぶりかも。王子様に見えた。イエーイ。見てくれましたか。さっきツイッターに載せました、3部の写真。まだね載せてなかったので、よいしょ。対面行きたかった。そうだよね、なかなかさ。そうなの、なんかモーメントとかでもコメント来てたりしたんですが、遠くて行けなかったよって方だったりとか、あとお話し会の件取ってたんだけどちょっと予定が合わなくて行けなくなっちゃったんだよっていう子だったりとか、最近好きになったからチケット取れなかったんだとか、いろんな方がいらっしゃったのでね、またね機会がある時に皆さんと会えたらいいなって思いましたし、この間その対面お話し会やって、あ、また次も絶対あるんじゃないかなって確信したので、絶対あると思います。いや、次は絶対行くよ。明日お話し会だねって。そうなんです、明日はねオンラインのお話し会ですよ。でもこうしてはなちゃん会えるから嬉しい。はなちゃんに会えたおかげで体調治った。本当？お洋服どこの？これはマヌスマシーナの服だと思います。とはなちゃんのレーンから出てきた女の子が号泣しててもらえなきゃ。本当にね、多分めちゃめちゃこうやって近くでお話しするのがすごく久しぶりだったのでめっちゃ緊張しましたね、前日とか。緊張してましたよ。でも当日はめっちゃ時間がなくてすごいバタバタしてて、用意する時間が1時間もなかったのでバタバタしながら自分で用意しましたね。待ってる時が一番緊張した。そうだよね。はなちゃんめちゃくちゃテンション高かった。もうテンションバチ上げでしたよ。バチ上げでお届けしちゃったからね、みんな私が何やってるか分かったかなって。対面の件は思い出として一生大切にしよう。なんか宝箱に飾っといて。名札効果ありましたか。名札ね、名札皆さんたくさんつけてきてくださって、もう本当に本当にありがたかったです。もう嬉しかったですよ、みんなありがとうっていう気持ちでいっぱいでした。で、名札さ、みんななんかこの辺にさ、この辺につけてくれるじゃん。ちょっと下ら辺に柵がねあったんですよ、なんか青い柵が。その青い柵にちょうどあたかぶっちゃって名札が全然見れなかった。しかもこうやってパッて皆さん入ってくるじゃないですか、その時にやっぱりさ顔見たいじゃないですか。最初さ目合わないでさ名札見るってなんかあれかなって、ちょっと私もなんか目見たいなって思ったから目見るじゃん。でその後どうやって名札見ようみたいな感じになんかそわそわしながらやってましたね。しょ、あとぶら下げるタイプのさ名札だと勢い余ってるからさ、みんな裏返しとかになっちゃってたりして、裏返しになってるって。
なんかこういう試験があるので応援してくださいって、そのファンの子が言葉くださいって言ってくれたから、その子の名前呼びたいじゃないですか。でも名前が裏返しになってて、裏返しになってたから、だから裏返しになって、でももう時間がみたいな瀬戸際の状態で言ってましたねでもなんか私も裏返しになってるとか言ったりドキドキしてました結構積極的に私も名札見てたかも。こんにちは、こんにちは。次おでこに名前書いていこう名前たくさん読んでくれて嬉しかった。レーンから見えなくなるまで手振ってくれるの嬉しすぎた。みんなさ、こうやって入ってきてお別れするとき、みんなね結構背中向けてね、みんな行くからね、みんな背中向けるやんみんな背中向けてね帰っていった。あ、バイバイ、またねじゃ、後ろ向きで帰っていった方は、あのパーテーションに背中をぶつけてましたあ、なんか荷物置き場なかったんですか、あれ。荷物置き場なかったよ。みんな大荷物でさ、なんか心配になりましたねそう、なかったんだ。次の時ね、あるといいよね、荷物置き場もしあるとしたら。とめっちゃ天使すぎて余韻やばくて、あ、飛んでっちゃったと次の番で顔が見えた時ほんと緊張で固まりました。みんなどうでしたか楽しかったですか。1週間まだ経ってないか、1週間まだ経ってないね。現場だけじゃなくてサイン会のお話会にも登場するよ、待ってるよ。剥がされる前に、剥がされま、あ、多かったですよ。あの、間もなくです、間もなくですって言われてる時にもう行ってしまわれる方多かったですよ、結構。あ、まだ大丈夫だよって楽しすぎて泣いちゃった。聞けば聞くほど行きたかったっす。次まだ、次あるとしたらいつだろうね話せた事実だけで頑張れるよって、可愛いと思っていくけど予想以上すぎてよ、やった眉毛脱色してますか。してますよ。話せたことが幸せすぎて嬉しかったよ。タイミングありがとうございました。会いたい、会おうパーテーション出た後ニヤニヤしてる人、泣いてる人、それぞれ見かけたなって。パーテーション出た後冷静になってる方もいましたみんなニコニコでしたか。連番できるのも、そうだね、連番してくださる方も結構多かったですね。髪型めちゃくちゃ可愛い。あ、今日はね、後ろそんな、あの前からしか見えないやつだったので、今日はなんか普通ですと、好きな人に告白した時より心臓痛かった、心臓痛かった可愛い、嬉しい。パーテーション出てきて小走りで出てくる人多かった。
かわいい。みんながかわいかったです。ほんとお話し会してすごいかわいくて、なんか幸せな気持ちになりました。その日の結構朝ぐらいにツイッター見てたら、今日一日終わった時に花ちゃんが、あ、私ってこんなに愛されてるんだって思ってくれたらいいなっていうツイートを見かけたので、なんかすごい素敵なツイートを見かけて嬉しいって、とっても幸せな気持ちになりました。一人だったから泣いてるとこ見られない、下向いて帰りました。私も人生で初めて、あの高橋みなみさんの握手会に行った時、一人で行ったんですけど大号泣して泣いて帰りました。泣いて帰りましたね。だからね、みんなの気持ちがとってもわかります。いや、もうね聞きましたね。やっと会えて本当に感動した。オンラインでも緊張するから対面緊張やばそうって。なんかさ、みんなさ、こうやって生でさ会うとさ、結構 SNS とかだとさ、なんだろう、その人によってさ、感情あんまり書き込まないタイプの方とかもいらっしゃるじゃないですか。絵文字あまり使わないとか、ちょっとシンプルな返答をするとかあるじゃないですか。でもこうやって対面でリアルでお話しすると、なんだろう、心がすごく見えて、あ、みんな温かい。身に染みましたね。ストレートの花ちゃん可愛い、白いって友達と騒いで、あ、そう4部あったからちょっと服装どうしようかなって思って、まあ握手会の大昔に作られた握手会のなんか決まりみたいな、服装ルールみたいな、私たちがいっぱい服装変えるのが大変になっちゃうから服装ルールを決めましょうみたいな感じで決められたルールがあって、それが2着までなら書いてもいいよみたいな感じのルールが大昔に作られたんですね。で、まあそんな感じでやってまして、やってまして、今回対面のお話会、私私服なのか衣装なのかちょっと分かってなくて、その対面のお話会決まりますよっていうのを言われた時に、衣装がいいですって言ったんですよ。だから衣装になるんじゃないかなって思ってたら、前々日ぐらいに、あ、そういえば衣装なのか私服なのかなんかちゃんとよく分かってないなと思って、衣装なのか私服なのかどっちなんですかって LINE でマネージャーさんに聞いたら、私服ですって帰ってきて、あ、私服みたいな、私服だったってバタバタしながら服をかき集めて用意して、まあ、せっかく4部まであるから、まあ、2着って言われてますが、ちょっと小物とか、まあ、ちょっと、まあ、主なベースは同じで、ちょっとずつなら、まあ、変えてもいいかな、まあ、2着かなみたいな感じで決めまして、で一部がシャツ、なんか可愛いデザインの白いシャツに下がグレーのプリーツスカートでストレート、一部はちょっとシンプルでちょっとカジュアルクールな感じにしまして、で2部はその白いシャツの上からそのベストをね、まあ、重ねて、まあ、2着ですよこれベストを重ねて、でベレー帽をかぶって、そしたらショートパンツといった感じの、まあ、私の好きなイギリススタイル、ブリティッシュスタイルしまして、3部はこちら、3部これ白いワンピース、レースのワンピースに
ハーフアップして、おきりぼんは前日にあのオンラインお話し会が終わった後買いに行っておきりぼんつけて、ふわふわの可愛い感じにして、4部はこれにベストがセットでついてたので、ベストつけて、あとなんか可愛らしいなんかお飾りをつけて、妖精さんみたいな感じのスタイルにしてみました。イエイ。まあ2着ということで、まあちょっと3着っぽいけどちょっと3着っぽいけど、まあ 2着ということで、はい。あ、うん、そんな感じでお届けしてみました。まあ、特にね、何着までとは今回は言われてないので、まあ良いでしょう良いでしょうということで、こんな感じでお届けしました。ツイッターにね、全部今日載せ終わったので、なんか探ってみてみてくださいどの服もかわいい。やったー、成功しました。チャレンジ成功、大成功。ほんまにありがとう、全部の部行きたかったーって。そうですよね、なかなか全部の部行けるよって方少なかったと思うんですが、せっかくならば来てくださる方みんな楽しんでほしいなって思って変えてみました何部がお気に入り、え、でも全部お気に入りです。なんか全部好きな感じ出てきて嬉しい。全部可愛かったって、優勝優勝、おお優勝、全部可愛かった、あーありがとう、本当よかった。ネイルよく見たいです。ネイルはマグネットネイルです。自分でいつもやってる簡単なマグネットネイルだよピンク。4部だけ見れなかったけど、毎回違う花ちゃんが見れて大満足でした。ありがとう、ピンクかわいい、はじめましてできて嬉しかったよ、ありがとう、思い出の一日になったよ。ネイルかわいいだよ、かわいい無限で言って眺めても眺められた、眺められた、遠くない？なんかみんなさ、会場の外にさいたよね。どうなってたんだろう。お話終わってみんな行ったじゃないですか、とことこ。なんか扉あったじゃん、大きい扉。扉のさ外にみんないたのかな。扉の中に集まってなかったよね。あ、外に行かなきゃいけなかったんだ。元気に手振ってた。あ、外にみんないたんだ。海眺めてた。そうか。そうか。その部のチケット、ある人しか入れなかったね。家で待機してた。偉いじゃん。強風を浴びながら外にいた。なんか横浜でなんか食べた？春雨のお塩味ありますか？春雨はまだタンタン麺しか食べ、タン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 味をこの間食べた。タンタン味を食べました。美味しかった。花丸連番した時に花ちゃんが花丸のお友達増えたの喜んでくれたの可愛かった。いや嬉しいですよ。こうやってさ、なかなか現場で会う機会、それこそ最近だったらコンサートとかしかなかったからさ、このおた友達を作るって機会が、まあ、なかなかないじゃないですか。まあ、SNS でつながるとかはあるかもしれないけどさ、直接会った方がやっぱり親睦も深まるじゃないじゃない、みんながどんな感じか分かんないけどさだからこうやってお話し会、対面のお話し会の現場で仲良くなりましたとか、友達になりましたとか言ってくださってね、すごく嬉しかったですし、もう私も
幸せな気持ちになりました。みんなもみんなもつながってね。名札がねあったから声かけやすかったとか、でも逆に名札あるからあの人だって思われるの恥ずかしいとか、みんないろいろあるんだろうなって思いながら、うん、別界隈でなんとかするぐらい仲いいおったと思って、すごいすごいすごい、じゃいろんな趣味があったんだ。久々のファンの方もいたね、いらっしゃいましたよ、はい。昔好きでいてくれた方だったりとかが来たよって来てくださったりとかもしましたね。と、いやでもね、本当に初めて会いに来てくださいました、会いに来てくださいました、会いに来ました、初めて会いに来ましたっていう方がすごく多くて、めっちゃ嬉しかったです。めっちゃ嬉しかった。ありがとうございます。やっぱこういうイベント久しぶりだったからさ、どんくらいの皆さんが来てくださるのか全くもって分かんないわけじゃないですか。え、私に会いに来てくれるのかなみたいな。私どのくらいの方が会いに来てくれるんだろうかって分からないじゃないですか。そしたらすごいたくさんの方が会いに来てくださって、もう本当に胸がいっぱい、心がいっぱい、嬉しすぎる、もうありがたい気持ちでいっぱいでした。こんばんは、こんばんは。対面またできたらいいなって、今度だったら仕事すっ飛ばしていきます。私も嬉しい、今日もかわいい、はじめましてでしたって。それこそさ、列途切れてなかった、途切れてなかった。列が途切れてないっていうのもめっちゃ嬉しかった。あ、それこそ握手会やってた時とかはさ、やっぱ途切れてたんですよね。めっちゃ途切れてたから、こんなに途切れないなんかイベント嬉しい。素直だ、うん、よかった、嬉しかった、嬉しかった、途切れないから呼吸が上手にできなかった。上手にできない、どんどんみんながどんどん来てくださるから、水飲む隙間もないもん、水いつ飲めばいいんやみたいな、なんか止められないみたいな、いつ止めればいいのみたいな、バイバイ、あ、こんにちはみたいな、呼吸が上手にできなくて大変でした。そこが一番大変だったかも。あとなんかすごいテンションがすごい上がっちゃってたから、もうどんどん前のめりになっちゃって、私なんかつま先立ちしながら喋ってたので、別につま先立ちなんかしなくてもいいのに、もう胴体もうどんどん前に前に前にみたいな、精神がもうみんなをみたいな、みんなを受け入れるよみたいな気持ちで、もう前のめり精神でさやってたからさ、もうここがさ、あのアクリルなんだあれは、透明のものだったとしたら、もう私この辺とかでたまに喋ってたから、もうすごい前のめりでしたね。気持ちが、あと最初の部の方とか横までちょっと出ちゃったりしてたんですよ、こうやって透明のをちょっとチラってやったりしてたら、出ないでくださいって怒られましたね。椅子を横に置かれました。花ちゃんが出すぎちゃうから出ないようにって。怒られてやんの。怒られてるよ。
ファンの皆さんはあの青い柵にこうやって手をついちゃいけないみたいなルールがあったみたいで、多分それは事前に伝わってないと思うんですよ。だからみんなこうやってついちゃうじゃないですか、青い柵があるからね、ついちゃうじゃないかってでスタッフさんに触らないでくださいって言われて、みんなははい手を挙げろみたいな、手を挙げろみたいな手を挙げろスタイルになってましたね。ちょっと面白かったです。あわーみたいな、みんななんか優しいからさ、その手を触らないでくださいって言ったらごめんなさいって謝ってたりして、かわいい、そんなところもかわいいってけど現地で初めて花ちゃんの直筆引いた。おお、ありがとう。触らないように一歩下がってた。そう、一歩下がってくださるかと思いました。はがしのお兄さんとお話しした、よかったねなちゃんもかわいい、無抵抗、うん、私は一歩前。14枚目のサイン会、全日程登録当選者、ありがとう、ありがとうございます、応募してくれて、よいしょ一度に2つのこと聞こえなくて注意無視してたかも聞こえないよね例のスタッフさんみんな優しかった、本当よかった、それならよかったよかった。私も楽しかったです、めっちゃ何事もなく無事終われてよかったなって思いました。楽しかったなーって、楽しかったねーって。逆に後ろ姿もっと前に出ればよかったなって思って後ろに行っちゃった気がしてみたいななんかすごい遠い方もいらっしゃいまして、もっと近くに来ていいのにってみんなすごい綺麗な髪の毛でセットして決めてきてくれたりとか、オレンジのものを身につけてくれたりとか、名札用意してくれたりとか、もういろんなね、遠くから来てくれたりとか、いろんなことを準備して今日この日を生きがいにして頑張ってきましたって言ってくださりとか、言ってくださったりとかして、もうすごい私もポカポカの気持ちになりましたねオレンジと青で行った、もうねすごかったよ、みんなめっちゃ可愛かったです。全国から集まってくるのなんか壮大だった、すごいよね、すごいですよ。こっちの声がちゃんと聞こえてるのか心配だった。聞こえてましたよ、聞こえてました。聞こえなかった時はえっ、ー、って聞き返してましたね髪きれいにセットしたつもりだったのに、あ、そうだよね、雨でダメになっちゃう、そう、湿気もね多かったですよね、めっちゃ湿度がすごかった、そこの会場すごかった。だってさ、一部ストレートしてたんですけど、なんか前髪なんかも終わって坂上見たらさ、なんかあれみたいな、ブシャーみたいななってましたね。スニーカーオレンジだったけど見えてない、あ、でもみんなはさ見えましたよ、私からはお揃いブラウス、そう、お揃いの服とか着てくださってる方とかも見て、かわいい、嬉しい、髪色オレンジって言ってくれて嬉しかった。そう、髪とかもそれこそ、そうオレンジだったりとか、そう金髪、ちょっとお揃いの金髪に
しちゃってますよみたいな花ちゃんにの真似してハイトーンにチャレンジしてみましたとか嬉しいってかわいい。でもなんかみんなハイトーンにしたんですけどこれゴールデンウィークだけでもうすぐ染め直さなきゃいけないですって言ってる子が多かったから、なんか髪の毛のケアの心配しちゃいましたね名札大きく作ってよかった、 ありがとう。朝のグッズ勝ちで化粧崩れまだしょんぼり。グッズもめっちゃ並んでたって聞きました。並んだ、ありがとう。オレンジメイクもオレンジの服も似合うの少ないからピンとかでオレンジしようって。ピン、爪とかがやりやすいのかな。アクリルあっても声は聞こえてる、聞こえてるよ、聞こえてました。でも私もさ声聞こえてんのか分かんないからさ、すごいテンション高く喋ってましたね。花ちゃんレン、花ちゃんみたいな子たくさんいた、わかるなんか雰囲気同じ感じありますよね。私めっちゃわかるもん、なんか女の子の雰囲気の感じとか、あわかるわかるみたいなめっちゃありますね。ラグがないからほんまに話しやすかったって。3グループ大集合だからいろんな人と会えたのも楽しかった。確かに楽しそう。私ももしこの以上のオタクだったらすごい楽しんでただろうなって思いますね大きな声で喋ってくださいって注意書きされた。あ、本当？そうなんだ。室内暑すぎた、一部暑かった、外話していたら内巻きになったら許せない、それは許せない。指原さんの髪飾り、髪飾りイコラブちゃんの悲鳴がすごかったって聞いた。そうですよいただきましたよ。今ここに手元にないんですけど、6周年イコラブ結成6周年のお祝いのプレゼントにプラダのヘアバレッタ、バレッタをいただきまして、みんなで争奪じゃんけんをしました花ちゃんのイミーのライブ見れる？とっても楽しかったし、花ちゃんの大好きな感じだと思うの、ピエロ、ピエロえ、さあ見てないけどさ、あのさ、え、タイトルのさロゴめっちゃさ、え、わし好きなんですけどわし呼びしちゃうよねわしめっちゃ好きなんですけどえ、最初さ見た時さ、え、私の好きなデザインだちょうどその時なんか私ジャンキーズのさサーカスの写真をなんか同じようなタイミングで多分載せて、あれなんかジャンキーズの私のロゴかなみたいななりましたね。ただ見たい、見れるタイミングあるかな、見れるかな、どうかな、わかんないけど。とリップ塗り直す時間あった？なかった、何も持ってかなかった、携帯は持ってったか。グッズ列めっちゃ並んでたって、オレンジ何も持っていかなかった、反省嬉しいよ、持ってこなくても嬉しいよ来てくれるだけで嬉しいんだから、いてくれるだけで嬉しい、ここに私のファンでいてくれるだけでもう最高なレーンにやって並んでる女の子の系統違うって見てて面白い。そうだよね、だってキアラのさレーンが隣だったんだけど、もうキアラのレーンの女の子はもうピンクだったもん。ああめっちゃキアラのファンだっていう、もう一目見てわかるぐらいピンクちゃんで可愛かったですね。と靴下がオレンジいいね、穏やかな感じ出した、よかった、穏やかな感じでよかったよ
ミリアのオタク全ミリアだったロゼミューズよいしょ。プラダ、お高い髪飾り可愛すぎて欲しいけど手が出せない。いやすごいですよね。私はじゃんけん大会で真ん中ぐらいだったので白が欲しかったんですよ。白三角のキラキラのにしました。だからゴールドのもあったんですけど、ゴールドはめっちゃ使えそうで、すっごいすっごい何でも服に合いそうだったんですが、キラキラしてるのが可愛くて、これはキラキラしてるのが欲しい欲しいぞってなってキラキラしたのを選びました。千人出てきたってわし この以上の現場、オタ T シャツ着てる人が少ないあでもハナストの T シャツ着てくださってる方もいらっしゃってめっちゃ嬉しかったです。その方がこのハナストの T シャツじゃ僕しか着てないみたいな僕しか着てないよハナストの T シャツみたいな着て言ってきて、おもろかったです。ありがとう、着てくれてめっちゃ嬉しいよってあのチャンネル始めましての人みんな優しくて楽しかったよってありがとう。時差生まれてる、時差生まれてね、ファンの方とっても話しやすい方が多いです、うん、キアラちゃん最後花ちゃん例のオタに熟知するなって怒られてた。キアラちゃんのファンに知らぬ間に熟知されてたんか、あれやまえ、これは T シャツ名札で隠れちゃうかなって思って話すと着るかもやったーって、優しい世界、みんな着てくると思ったのか、可愛い花ちゃんに笑いに釣られちゃう、その空間可愛い、話すと T シャツ着てこうか迷ったけど着なかったもっとグッズ出してほしいってこの T シャツ着てきねって、着てきてって言われたら着ていくよ、着てきてね大事すぎて着れなかったって名前呼んでもらえたのが嬉しかったって、嬉しい、私も名前呼ばせていただけて光栄ですありがとうございます。イヤモニ事件から1年経つの、今日なの、今日なんですか、今日ってわけじゃないか、うん、スキージャンツアーから、わー、あ名古屋から1年、ほんま、あ今日でちょうど、すごい、わお、1年で立派に成長しました1年早い、あっという間すぎないですか、なんか早いですね、早いね。今日の名古屋公演また早くツアーとかできたらいいよね。1年経つの早いね、成長してラタン元気なお返事事件、配当1年、一応確かに暑い、めっちゃ暑いめっちゃ暑いよ。ここのパート好きって言ったら、うん、一歩下がって踊ってくれるのが可愛すぎた、嬉しかったですよ。こうやってなんか具体的に
ここが好きですって言ってくださるのめちゃめちゃ嬉しくて嬉しいですそうしてほしい。次染めるとしたら何色？何色がいいかな？何がいいかな？暑いよね。また暑くなっちゃう。私夏のショールームさ、なんかアーカイブしてほしくないんですけど。アーカイブ何？なんだろう、残し何？してほしくないんですけど、なんかすごいいつも暑そうな顔しながらショールームしてるのが残っててちょっと嫌だな。うん、うん、よし、クーラー入れるか、扇風機買うか、扇風機を買うぞと、今何時だろう何時かな、45分、45分だって。タワーをさ、タワーをね、前回くらいの配信から全然読んでなくて、タワーをためにためまくってる状況を今自分で追い込んでいるたった今自分でタワーを追い込んでいる。自覚あり8位までタワー、ナピマル、マチ、アヤメロンパン、ヒロスさん、ユウちゃん、トーマ、アキララ、シゲトラ、画伯の時間、お酒飲んでる？飲んでるわけないじゃないですか全然お酒に興味がなくて全然飲まないんですけど、そういう人いますか？そういう人いますかそう、全然興味がなくて、硬いとこ、お顔がマットになった。サラサラ、顔がサラサラになった。よいしょ、最近お酒何飲んだ？最近記憶にないですね記憶にないレベル。じゃあ普段ないのの麦茶麦茶飲むと、ナピマルありがとう、マッチありがとうと、あやめロンパンロンパンヒロスさん、ヒロ
きらら、あきらら、ラララララ、ありがとう。ゆうちゃん、ゆうちゃん、ゆうちゃん、ゆう、ゆうのわいでよー。ありがとう。しげたら、スケルに、しげたら、たら、たらでよー。ありがとう。ナピマル、ナピマル、にんじん、にんじん、にんじんだよー。ありがとう。まちちゃん、カエルだよー。ありがとう。エコタイム。あ、前回、あ、ちょっと薄いですね。薄い、あ、薄い、こちら薄いですね。ちょ、バラバラ。スクショタイムください。急にテンション低くなっちゃった。急にテンション低くなっちまった。スクショタイムください。おパンチウサギ好き？好きだよ。好きだよ。おパンチウサギ履くの？履かないの？履くの？履かないの？履いてるんですけど。おパンチウサギ。あれ、君マロに似てるねってお話し会で言われた。対面のお話し会で、ずっと思ってたんだけどさ、君マロに似てるよね、君マロに似てるって言われたっけ、なんかこれに似てるよねみたいなっていう話とかされましたね。確かに黄色いし。待たせたな。あ、ポチャム、ポチャム、ポチャム、しょうがねえな。ほらよ。あっち。わからん。かわいそうにさんっていうイラストレーターの方がいるんですけど、その方の描いたおパンチウサギっていうキャラとポチャムってキャラの友達のキミマロっていうなんかひよこみたいな、なんか鳥のキャラがいるんですけど、それそれです。キミマロ。キミマロ。君マロ赤い携帯使ってるの。私も赤い携帯ずっと使ってる。綾小路君マロさん、彦マロさん、彦マロ、彦マロ、君マロ違いますよ。君マロっていうキャラクターで調べてみてください。それの、あのかわいそうにさんが書いためっちゃ前に載ってる YouTube ショートかなんかかなの、なんだっけ、リュックサックショット明るい動物たちっていうのが好き。あれ、なそれだっけ、それ多分それ。リュックサックショット明るい動物たちイノシシみたいな。クマさんみたいなテンションの動画があるんですよ。なんかずっと見てられる、じわじわくる。見てみてください。なんか楽しいですよ。
おばんちゅうさぎ。で見てる見てる見てるのが楽しい。ははは、みたいなテンションで見るのが楽しいなって感じ。の髪綺麗だね。なんか急になんかくどいてくるみたいなコメント。髪綺麗だね。たなちゃんのおすすめのアニメありますか？逆になんかありますか？聞く。逆に何かありますか？おすすめのアニメ。推しの子1話だけ見た。1話だけ見てめっちゃ怖くなっちゃった。と、チーカー見て。キュルキュルな目も似てる気がする。気が黙っちゃった。推しの子。推しの子をさ、見ましたよ。見ましたよ。アイドル曲、夜遊びさんのアイドル、めっちゃ良い、めっちゃ良すぎてめっちゃ聴いてる。なんかずっとリピートしてますね。アイドル、アイドルめっちゃいい。ああいうさ、かっこいい系の曲すごい好きだからさ、いいですよ。いいですよ。語彙力ない。2番のなんか後半ぐらいの歌詞が好きですよ。なんか何だか全然出てこない。なんでだかよみたいな。うんて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 ん。ブルーロックおすすめ、サッカーのやつでしょ。な伝わる？伝わるでしょ。なんでんでんてんり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 てん。そこが好き。はいだみたいな。ルルルルルルル。赤髪の白雪姫とか好きそう。どんな曲？送っといて。地獄楽と山田くんレベル999気になる。地獄楽は聞いたよ、聞いたよ、聞いたよって。聞いたよ、知ってる。とクレヨンしんちゃん、赤髪の白雪姫面白い。あ、アニメ？アニメなんだ。ててて。アイドル踊ってよ、キアラが踊ってったよね。インスタ始めてほしい、いつかね。もう始めようかってなんか思ってきたよね。もうインスタ始めようかって、そろそろ思ってきた私も。なんかさすがにいつか、いつだよって怒られる、怒られる。みんなに。と、もう始めていいかなって思ったよね。今日解説する？思ってきた。もうそろそろ思ってきた。なんかみんな一通りみんな始めたし、私もそろそろなんかちょっと気楽にできるかなみたいな。気持ちでできそうだなって、今私の今のこの心のテンション感ならできそうな気がする。よいしょ。そのえみちゃんが気づいたらさ、ほとんどやってるんだってね。なんとびっくりしちゃったよね。インスタ解説の基準って何かあるの？本人の希望かな、大体。
確かにインスタもやってた方がいいんだろうなっていいんやろうなっていうのは薄々っていうかもうだいぶ感じてただいぶ感じてたよ。インスタ始めたらめっちゃ系統揃ってそう揃えたいよね。せっかく始めるならね。何更新するの？何更新しよう。普通に更新するだろうだけだと思うけど。そう。でインスタの方がさ、あれなんでしょ？みんな見えるでしょ？知ってるんだよ。ツイッターはい。急にインスタやってない人が分析すなって怒られるんだけど、ツイッターは。本当に好きな人それこそオタク文化だって思うんですよ。ツイッターはカテゴリー界隈に分かれてる。ツイッターでもインスタってそれなんだろう、もうちょっと気軽に見れる。パパパってそれこそストーリーとかでポン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 って見れる。それこそおすすめとかでめっちゃ流れてきたりするじゃないですか。まあ層が違うのかなって感じはありますね。語るなってインスタやってない人がってと、うん、でってりでってってんでんでん。周りのそれこそなんか美容師さんとか美容院に行ってツイッターやってないんですよって、インスタやってないんですかって言われて、あやってないんですよってツイッターしかやってないんですよって、あそうなんですねって、僕はあのツイッターのアカウントないんですよってっていうのをなんかよくしますね。最近の若者連絡もインスタらしいね。知らんけど。インスタなの？インスタなの？とか言って。な、時代はインスタ。DM で連絡しちゃう。インスタで電話もできんの？すご。そうだよね。周りの子ツイッターしてる子ほう以外。だよね。そんな気をしてた。テリテテリテテリテテテテリテテリテテテテテ。まあそのうち始めると思うので気長に待ってってください。いつだよって。いつなんだよって。なんかいい感じの時に始めますね。LINE ずっと LINE ずっと放置されてる。瞳がさなんか LINE の返信できないみたいな話をショールームでしてたって。私も本当に LINE の返信できなくて、本当に自分がダメな人間だってことをめちゃめちゃ自覚してる。あの目をつむってしまうよね。めちゃめちゃ自覚があるけど LINE の返信が本当にできない。本当にできない。なんかね苦手なんですよね。なんかダメだってことは本当に自覚だけはしてる。自覚だけはしてる。でも返信できない。ほんまに、うん、なんか見て満足しちゃうんですよね。ほんと一番良くないですよね。なんか見てはんはんみたいな、なんか脳内で返信してなんか自分の中で勝手に終わらしちゃって本当にダメですよねっていう自覚は
本当にあるんですが返信ができない。はい。だからこの間めっちゃ久しぶりに返信したら切れられます切れられましたと生きてたんやって言われましたね、高校の時の友達に生きてたんだって、生きてたってそんな切れられたりはしてないけどおもろいってなんだろうね、なんかどう絶妙な顔しちゃった、すごい今絶妙な顔してしまった、自分がどうしていいか分かんないです、根がダメだから、根がね、コミュニケーションが本当上手にできないからどうしていいか分からず LINE の返信ができず、はい、そんな感じと落ち着いて、そう、結成6周年イコールラブ結成6周年になった日にツイートで自分語りしちゃってすごい恥ずかしかったんですけど、書いたんですよ。その最初の初期の時は人見知りで何も喋れなかった自分が6年経ってこんなに喋れるようになったし、確かにめっちゃ喋れるようになったし、陽気な人にもなれたし、笑顔がはじけるそんな人にも成長しました成長しましたが根は変わっていないのでほんまにダメですねでもこんなに自分が変われたのって急に語り出すな自分が変われたのって本当にすごいなって思うんですよ。昔の自分に見せてあげたいってぐらいめっちゃ知らない人になったんです本当に何にも喋れなかったんですよ。昔はもうみんな人の目がすごい怖くて全然喋れなくて、喋りたくもなかったんですね。人となんか喋りたくないわって思ってたんです。本当にね誰とも喋りたくない、私のこの中に入ってこないで、誰も私のこの半径1メートル以内に入れさせないわって、誰も喋れない、あーっていう感じの人間だったんですが、時を経てこんなみんなとおしゃべりできるぐらい、まあ、日本語力はちょっと乏しいですがお話できるぐらい元気になりましたよと言ってあげたいですね最近なんかもう自由奔放にやりすぎてるぐらい自由にさせていただいてますね。よかったねって、自由が一番、自由って大事よ、明るさに救われてるんだって自分語りして疲れちゃったって自分語りするのはちょっと恥ずかしいですよね。でもこれから先もまた違う自分に
変わっていくのかなって思ったら、またそれも楽しみでいっぱいですね。こんばんは。お小遣いで一番使うの何？お小遣いで一番使うの？髪の毛のケアかな。とまだまだ変わっていけるよって、まだまだそう、まだまだこれからも変わり続けていくんだろうなっていうのが自分の中であります。自分の人生、自分の人生を語るな。人生の中で変化をとどめないっていうのを、なんだろう、テーマなのかもしれない。まだ23年しか生きてないけど。まだまだ成長期、そうなんです。いや、これからですよ。これからなのでね、本当に生き方参考にしようって。私は本当にダメな人なんです。ダメな人だけど、なんかどうにかこうにかして頑張って生きてる。頑張って生きてる。よいしょ。頑張って生きるぜ。はなちゃんと同い年なので、はなちゃん見てるともっと頑張ろうって思う。そうだから、私のことをきっと応援してくださる皆さんは、私がいろんなことで変わって成長していく姿を見て、みんなが元気になってくれたらいいなって思ってるから、そこをね、そこは一番大切にしていきたいところだなって思うよ。典型的なやつだけど、はなちゃん頑張ってるから、私も頑張れるよ本当にって、笑顔にいつも元気もらってるよって、ありがとう、一緒に成長していこう。いつも励まされてるよ、素敵、尊敬。全然いい人じゃないですね。何？自分語り、自分語りすな。全然いい人じゃないし、なんか変な人だなって。変な人ですね。自分語り多いかも。泣いてるはなちゃんを最近見ないよね。最近は全然泣かなくなりましたね。なんか泣かなくなったかも、あんまり。しょ。はなちゃんに出会えて変われたし、毎日元気もらえて楽しいよ。なになに、あとなんかもっともっと自分を出していきたいですね。なんかもっと自由にやりたいなって思います。なんかいい人ぶらないでもっと楽しくやりたいなって思いますね、最近は。なんか綺麗にするのも大事だけど、もっと自由にふざけていいところはふざけていいんだなって最近思ってきたから、もっと自由奔放に行きたいなって思います。23歳の目標。
あ、これがなんか自分の楽しいってこういうことかって最近わかるようになってきた気がする。わかんないけどどっちやねん。こんばんは、こんばんは、こんばんは。でも最近めっちゃ自由にやりすぎてなんか逆にファンの人が心配になる、心配になるんじゃないかっていうぐらいなんか暴れてるから大丈夫かなって不安になる、不安になるけどなんか楽しくやってるなって思ってくださいじゃあ飲む。私に比べたら暴れてないよ、ほんま。分かった。オッケー。でも最近は毎日楽しいです。で言ったら。ファンの人がよかったねって言ってくれる言ってくれる私も楽しくて嬉しい噛み締めるなよかったねって。こんばんは。そんな感じです。はい。23時17分だって。いつの間に。ところで今日の夜ご飯は何？今日の夜ご飯はアスパラの肉巻き。今日のお昼のお弁当がめっちゃ美味しかったですお肌綺麗だね。あ、お肌綺麗でしたか。お話し会で会った皆さんお肌綺麗でしたか。大丈夫でしたか。なんか全然化粧直しとかしなかった。リップしか塗らなんか塗り直さなかった。翔子が乗せてたと、写真でさ、なんか会場が結構暗くてフラッシュで結構撮っちゃったから、フラッシュで撮るとさ、なんか人形味が強くなるよね。インスタのストーリー載ってた？彼女にタンプレドライヤーとかプレゼントしようと思うんですけど何かおすすめありますか？リファじゃない？やっぱ有名どころ、リファ。お弁当豪華になりましたか？なんか今日の撮影はいつも用意してくださる方が違うんですよ。違うから場所によって。今日はいつも私の好きなお弁当を用意してくださる方だったからすごい嬉しかったは、はなちゃんの写真 4K だから、夜、あ、 4K だからね。エビとか卵焼き、あ、入ってた。それめっちゃ美味しかった。卵焼きがすごいふわふわで甘くて美味しかったです。明日朝早く寝ます。私も朝早いので、あの、早く終わらせようかなって思ったんですけど、なんか自分語りしちゃってちょっと恥ずかしい。
配信になってしまいましたね。と、画質良すぎて幸、今日乗せたのはフラッシュじゃないから自然っぽいかも。私の写真どうですか。なんかもっとこうしてほしいとかありますか。急に聞き出す。スマホの容量がなくなりそうで、めっちゃこの間アプリを消しまくって、写真もなんかめっちゃ消してすごい容量空きました。120ギガぐらいなのかな、スマホの容量が。でそれでその迫ってきてて、やばいって思ってすごい消して、90ギガぐらい、98ギガぐらいまで下げた。あ、128か。と、あ、もっと上げて、もっと写真上げてほしい。もっと写真上げてほしい。今の笑顔で OK。 助かるからボツかなと思った写真もガンガン上げてほしい。全身の写真欲しい。128、何がね占めてるのかって、やっぱアプリがさいっぱい入ってるとさ、それで食っちゃうもんね。あとギガファイルが重たくて一回消した。なんか重いの一旦全部消してみた。やっぱ写真がねとにかく多いからね。満面の笑みの写真が1枚あると嬉しいです。あ、今回全部済ましちゃった。動画とかもね、やっぱ容量がね大きいよね。あ、 Google フォトに入れてる。ロック画面にいい写真欲しいです。ロック画面上にね、載せてない写真結構ある。載せてない写真だらけだよ。あ、フォロワーもう少しで10枚。そう、あの、そうそう、Twitter のフォロワーさんがもう少しで10万人に行くんですね。でこの間まで9万9100何人みたいな、なんか1ヶ月前とか言ってたんですよ。そしたらなんか減って、めっちゃアカウント使ってないアカウントが多分削除された時期かなんかに多分当たって、なんか9万8000人をなんかうろうろしてたんですね。9万8800何人とか900何人とかうろうろしてて、そしたらようやくまた戻ってきて、今9万9100何人とかで、さっきまで9万9200人とかだったのに、なんかまた減って9万9196とかになってた。9万9000の壁が、あ、今9万9198、あ、さっきから何人か増えた。でも2人減って何人、嘘、4人ぐらい減って2人増えた。めっちゃ見てるじゃん。めっちゃ見ね、早く10万人いきたいよね。あと何人、でもまた減っちゃうかも。これ以上減らないでほしいよね。あと800人ぐらい、だいたい800人。でも誤差があるからやっぱ1000人とかで、1000人、大体1000人ね。今ねイベントとかがさないからさ、ないよね、なんか増えるきっかけみたいな。あ、祝祭もうすぐ100万回、そうですよ、もうすぐだよ。あと5000回ぐらいだったかな。ね、5000回くらいだった気がする。10万人早く行ったらいいよね。凍結祭りされないでほしいよね。凍結祭りされたらまた減っちゃうもんね。とテレビ出ると伸びる、あ、でも増えたのかな、どうなんだろう。テレビ音楽番組とか出た時とかあんまよく分かってないんだけど、何のタイミングで増えるとか
あんまよく分かってないけど、やっぱ何かに出た時とか増えてるのかな、なんか気づいたらって感じなのかな。あ、そう、公式マークがさなくなっちゃったじゃないですか。本当に悲しいよね。悲しいよね。朗読劇やって増えたのかな、わかんない。あ、でも共演者の方がねフォローしてくださったりしてて嬉しかったですと。公式マークなくなっちゃった。エコラブ公式は金バッジ、金バッジはなんかなんだ、何ですか。課金、そう、今までは公式マークついてたから、認証されたアカウントからの通知みたいなので、メンバーからの通知がそこですぐ見れるようになってたんですが、みんなが公式マーク取れちゃったから、メンバーからの通知が何にも見れなくなっちゃって、ちょっと一苦労ですね。何も見れなくなっちゃった。あの課金してくださってる方が現れますね。そう、そこでさメンバーがいいねしてくれたとかすぐね見れてたんだけど、見れなくなっちゃったからちょっと不便になっちゃった。こんばんは、こんばんは。よいしょ。時代は変わっていくんやって。リスト作って、さ、指原さんがリストを作ってるよね。それ結構よく見る。ぬいみーちゃんとかにあちょいちゃんとか、その指原さんが作ってるリストでねよく見る。いてててて、最近ツイッター難しいって、難しい、ツイッター生活、ツイッターライフを楽しもうぜ。ツイッターライフを楽しんでる。ゴールデンウィークどこか行く、どこも行かない。でもゴールデンウィーク本当だったらずっと仕事が入ってたんですけど、なんか急遽お仕事がなくなって、昨日とか急に休みになったので花込み帰ってましたね。ボートレースは1回だけして、それからしてないですね。だ、うどん食べに行きたいね。あ、でも今日すごい混んでましたよ。お仕事行ったんですけど、じゃね、街がすごい混んでましたね。映画館行ったら人いっぱいって、すごそう、めっちゃ。そう、メンバーがさ東京 MER に爆ハマりしてまして、みんなが東京 MER を絶対に見てくださいって、絶対に見ろって。東京 MER ドラマから絶対に見て、めっちゃに流行ってて、みんながめっちゃ流行ってるんですよ。そう、あ、そう、伊代さんから、伊代さんと一緒になんか2話ぐらいだけ一緒に見た、ちょっと前に。ドラマ見た。どこで見れるの？めっちゃハマって MER ごっこしてたよ。みんなでね MER ごっこしてたの。だから気づいたら、もしかしたらあれ私だけ見てないみたいな
状況にちょっとなりかねないなって今思ってる。あれみたいな、流行に疎すぎて流行りものってなっても全然いつも見てない人だったから、さあいつの間にか取り残されそうで、ちょっとどうやって見ればいいんですかね。ディズニープラスで見れるって、でもディズニープラスでないなって、うん、リサちゃんも見てない。そう、リサがなんか映画見に行こうみたいな言ってて、それ映画だけ見に行ってみようかなって言ったら、サナツに絶対ドラマから見て、今すぐから、もうサナなんか一日で見終わったからって言ってて、これは絶対にドラマから見ないといけない。あ、TVerで6話もね、いいね。見てみよう。検索してみるね。検索してみるね。あった。パシフィコの帰りに車の、あ、そう言ってたよね、みんなで。言ってたよ。見に行こう。あるから見に行こうって、てパラビでも見れるよって、パラビでも、アスカのね新しいシーズンがこの間特別編なったの、まだ見てないんですけど絶対に見るよ。いつでも見られるってなるとなかなか見なくない。今見ない、全然喋れない、今見ないとね。犬さ、今日ツイッター載せてたな、なんか犬とさ一緒に写ってるのさ、すごい可愛かった。ディズニープラスでいろいろ見れるのかな、ディズニープラス。なんかそういうさ、映像のさ、映像いっぱい見れるのさ、なんかいっぱい入りすぎるとさ、なんか何から見ていいか分かんなくなっちゃうしさ、でもそこでしか見れないやつとかもあるじゃないですか。でもこれはこの作品はここでしか見れないとか、東京 MER はディズニープラスで見れるけど、あの U-NEXT で見れないとかあるじゃないですか。 Hulu とかもういっぱいあるからさ、何もう全部に入らないとってなるよね。それでさ、なんか最初の月無料ですみたいな入るやん、あれみたいな、気づいたらいっぱい立ってるなみたいな、いっぱい、あ、おーおーみたいな、いっぱいあるもんね。課金って、アマプラ、あ、5つめっちゃ入ってる、アマプラ、ネットフリとアマプラ結構いろいろあるから、個人的にはネットフリもアマプラも入ってない。そう、あ、ネットフリもさ、ネットフリ限定のものとか結構あるじゃん。そう、みんながさ、また話に乗っていってない話、みんながネットフリのなんとかっての見たって、これめっちゃ面白かった、見たって、ネットフリ入ってないなって、ネットフリ入ってないな。ネットフリがいっぱい入ってるのかな。でもネットフリにはさ、あれでしょ、 MER 入ってないでしょ。アマプラ、ディズニープラス、ディズニープラス結局何に入ればいいんだろうって、いろいろ入れてると思った、いろいろなんか別の入れてる、なんかメインどころじゃないの入れてメインどころじゃないの入れてるからかも。
ットフリ限定のが多いんだね。ディズニープラスピーターパンの新作、すごいいっぱいあるんですね。YouTube、 あ、無課金、 YouTube は無課金で、前より YouTube 見るようになったかも。スポーツも一つじゃ、確かにそういうのもあるよね。イコラバイのためスカッパーしかやってない。 TVer で、 TVer で6話まで一旦見てみよう、見てみるね。じゃあ今日の夜から見てみる、見れるかな、検索してみるね。明日仕事だからもう寝なきゃ。おやすみ、おやすみ。 U-NEXT、 U-NEXT は入ってる。U-NEXT でそう見たい舞台があって、 U-NEXT で見れるって書いてあったから、そう U-NEXT 入って、でそっからずっと U-NEXT 入ってる。じゃあそう、なんか舞台関係のが見れるのに入ってるかも、だからですね。しょ、なるほど、そうね、じゃあ早く寝ましょうね。しょ、あ、3時6分、やば。もう0時になっちゃうね、気づいたら。え、タワー読まれてない方いますか。ナピマル、マチ、アヤメロンパン、ヒロスさん、トーマ、アキララ、ユウちゃん、シゲトラ、タワー、タワー読んでないよって方いらっしゃったらコメントで教えていただけると嬉しいです。MER について語るね。あ、じゃあ教えて、教えてね。そろそろ応援しようかな。隣の男はよく食べるマイカさんの出る5月10日パラビ先行配信、先行配信とかあるの、すごい。あ、 TVer 開いたら今日、今日ね、その隣の男はよく食べるが一番最初にトップで出てきた。あのやってます、1話から何番配信中みたいな出てきた、4話かな出てきたよ。アディショナルタイムない、アディショナルタイム。明日はかっこいい感じの服を着るんですけど、今日買ってきた。今日買って久しぶりなんかお買い物した、試着してと。本日も元気いただきました、ありがとうございました、ありがとう。長い時間配信ありがとうね、ありがとう。よし、終わりにするか。そう、前髪をねパッツンにしたんですよ、お気づきですか。実は前髪をパッツンにしました。あ、そうよ、薄いでしょ。イエーイ。でこれはバームとかつけてるから薄い感じでいい感じになってきました、前髪。よきよき、はなはな、今日もありがとう、こちらこそありがとう、見に来てくれてありがとう、ちょっとだけの気持ちだったから長くて嬉しいで、気づいたら長くなりました。今日も癒しと元気をありがとう、こちらこそ配信ありがとうございました。お風呂に入らないとね、早起きするぞ、頑張るぞ。こんばんは、
明日初めてお話会参戦します。ありがとう。よしよし、じゃあおやすみの時間だよ。おやすみなさーい。また明日5月7日、5月7日来てくださる方も、明日来てくださる方もよろしくねおやすみ。ランキング、じゃあ100位から読んじゃおうかな。トムちゃん、ケンイチさん、ヒカキンマミ、ヒロ、エンゲ、ノブ、マウヨシ、キリリン、ヒッピ、ワイ、マリン、サトシ、ミノリ、リョウ、暴れん坊のハルタン、後藤、シロナ、ヤンベ、ヒロユキ、佐藤、リュウ、ユキ、ケンピ、ヒナリ、ヒナリ、フミカ、ユキノ、キヨッチ、ハヤテ、アキラテ、クマゲラ、リッチャン、シンノスケ、ハナマル、ナナコ、カプチーノ、ユータマン、ユージ、暴れないくん、モギモグ、ジェフ、宝、ミサキチ、ユキボウ、ヒゲテン、SR、ナロ、ヒトカス、カカシさん、U字工事中、オトノ、スーくん、テツ、ミズキン、カノ、レーナちゃん、エンペラ、ユーシバ、ユーマル、カジ、ユカリン、ユイナマル、マロちゃん、セトポン、お姫様、ヒッキー、カナノ、ピン、ヒロキ、マユトモ、チノちゃん、ナナミル、ヤガミユウキさん、アラ13さん、ツバサ、コトハ、アヤハ、音楽教室、トラマル、ひろきくん、きひろ、すぐる、アルカロ、ハマユ、MER、OMER、ケイ、ミヤン、ケイ、丸メガネ、はなはなりょうくん、リュウト、マナカ、タコツオ、キムニ、ヨシくん、ナピマル、マチ、おやすみ、おやすみ、あやめロンパン、ひろすさん、トーマ、アキララ、ユウちゃん、シゲトラ、パンパカパン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 。ありがとうございました。ありがとう、見てくれたみんな、聞いてくれたみんな、コメントくれたみんな、ギフトくれたみんな、星くれたみんな、ありがとうイエーイ、明日お話し会だぜ。おやすみなさい。お話し会ウィーク。あ、タワーが飛んできたよ。タワーが飛んできたよ。スイボムさん、スイボムさん、ありがとう。Thank you。書いとくね。スイボム。Thank you。おやすみなさい。おやすみ。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、終わるぞ。タイガー、バイヤー、サイバー、バイバー。バイバイ、バイバイ、じゃんじゃん、おやすみ、おやすみなさーい。バイバーイ。てか、バイヤー、バイバイ。わかんない、自分はわかんなくなっちゃった。タイガー、ファイヤー、サイバー、バイバー、デバー、バイバー、ジョージョー。おやすみー。バイ。自分でコール言うことなくなっちゃったからさ、なんか久しぶりに言いましたね。おやすみー。おやすみなさい。